ロロペニの遺跡群は、ブルキナファソ南部のポニ県にある世界遺産登録物件である。主に巨大な石の壁から成り立っており、2009年にブルキナファソ発の世界遺産として登録された。この遺跡は、ロロペニの町の北西約 2km に存在している。近隣には類似の石像遺跡群が多く存在しているが、ロロペニの遺跡は、 規模と保存状態の両面で結出している。11,320平方メートルの登録範囲は、高さ6メートルの長大な外壁と、仕切りの役割を果たした内壁の遺跡、及び敷地内の建造物の痕跡によって構成されている。この遺跡は放射性炭素年代測定の結果、少なくとも、西暦11世紀以前まで遡ると考えられている。 黄金の採掘と交易に関連して建てられた施設と推測されており、手がけたのはロロン人もしくはクランゴ人と考えられている。現在、この遺跡はブルキナファソの観光文化省が管理している。ロロペニの遺跡群は1996年にユネスコの世界遺産暫定リストに掲載された。その後、2004年に世界遺産基金からの支援を受け、2年後の 世界遺産委員会で審査されたが、その時の決議は情報紹介であった。2007年に世界遺産基金から再度の支援を受け、2009年の第33回世界遺産委員会で再審議された結果、世界遺産リストへの正式登録が認められた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 ブルキナファソ当局は基準とに該当する物件として推薦していたが、アイコモスからはその基準での顕著で普遍的な価値は認められなかった。しかし、アイコモスはについては、この遺跡が規模と範囲の点で他の類似する遺跡群と明確に異なった価値を持ち、なおかつ黄金の取引を促した西アフリカの関連施設群の中でも特に保存状態が良いことをもって、 該当するものと認めた。ありがとうございます。